小型ペンギン、リトルペンギン、またはフェアリーペンギンは、ペンギン目ペンギンか小型ペンギン族に分類される、蝶類。ブルーペンギン、小人ペンギン、小ペンギンと呼ばれることもある。オーストラリア南部、ニュージーランドで繁殖する。分布ペンギンの中では最も小さい種類である。体長は約40センチメートル、体重は約1キログラムである。通常は、 海岸近くの草むらなどに巣を作るが、シドニーなどの大都市近郊では、海岸近くの民家の縁の下などに住む場合もある。明け方に海へ出て、日没後に陸に上がる。小型ペンギンは、他のペンギンと違って、直立で歩行せずに、やや前傾姿勢で歩行する。このことから、最も原始的な種類のペンギンであると考えられている。植生は、動物食で、魚類や、 イカ島を主食とする。リーストコンサーンリナックスの公式マスコットのタックス、メルボルン南東のフィリップ島で、日没後に見られる、ペンギンパレードではその愛らしい姿で、多くの観光客に人気がある。リナックスの開発者であるリーナストーバルズは、オーストラリアでの休暇中に、小型ペンギンに噛まれた。このことが、リナックスの公式マスコットとして、ペンギン、タックスを選定するきっかけとなった。 どの水族館でも他のペンギンと隔離して単独で展示されている。中山隆随機物万歳、フェアリーペンギン、八景島シーパラダイスマイナス、東京新聞神奈川版2008年6月12日長官、地域の情報ページ、中日新聞東京本社、2008年。ありがとうございます。